電車線は、かつて、新潟県新潟市の白山前駅と燕市の燕駅とを結んでいた、新潟交通の運営による鉄道、軌道路線である。沿線住民からは、電鉄の愛称で親しまれていたが、1999年4月5日に全線が廃止され、同社グループによる路線バスに転換された。かつて、新潟市周辺の品野川、阿賀野川下流域では、 河川蒸気と呼ばれる気線による水上交通が盛んに行われていた。信濃川の支流で、現在の燕市から新潟市、黒崎地区の間、白根地区を挟んで西側を分流する中野口側にも河川蒸気が運行されていた。しかし1922年に大河津分水路が開通し、信濃川下流域の水量は大幅に減少。 さらに取水石の陥没によって水位が減少し、水運が困難となったため、その代替として建設されたのが、当時の新潟電鉄線である、越後大野遺南はほぼ前線にわたって中野口側の佐賀川に沿っていたことからも、河川蒸気の代替手段であったことが伺える、1933年4月1日の東間や、白根間を川切りに順次開通し、 同年8月15日に全線が開通した。園市から西神原郡中野口村、月形村、三方村、黒崎町と対岸の白根市から新潟市街地を結ぶ重要な交通として沿線住民の足となり、また周辺町村からは米や野菜などの農作物が、園からは金物、食器などが輸送され、沿線住民からは電鉄の愛称で親しまれた。 新潟電鉄は1943年ぐれ、戦時統合により、新潟合同自動車などと合併し、会社組織は新潟交通となった。電車線はその後も電鉄と呼ばれ、地図などの表記においても、新潟交通電鉄という通称が使われるケースがあった。一本の路線として一貫した形で運用されていたが、法制上は、鉄器分解点延液間が、 地方鉄道法による鉄道県庁前駅的分解点が軌道法による軌道であった。1928年に完成した万代橋の原橋はこの電鉄線を新潟駅前まで延伸する計画があったことから当時の道路橋梁としては非常に広い福音で設計された。この計画は太平洋戦争の激化で一旦中断され戦後改めて再開。 1948年5月25日に運輸省から施行許可が下りた。しかし今度は財政的な問題から困難を極め、新潟交通はその後トロリーバスの計画に転換するなどして1958年まで工事申請を更新し続けたものの、結局この軌道線の延伸計画は実現しなかった。1950年には併用軌道の解消を計画し、 10月に国鉄、越後線白山、関山の急線の払い下げを申請したが価格が折り合わず立ち消えとなった。その後1960年代をピークに国道8号の白根市内の改良事業区間の開通や新潟地震で被災したことによる長期運休、さらにはモータリゼーションの急速な進行により利用者は激減、貨物営業の廃止やワンマン化、 駅舎の無人化などの合理化を進めたものの、車両の冷房化や老朽化した駅舎の改築などといった乗客サービスはあまり進められず、利用者減少に歯止めはかからなかった。また、白山前引く東間夜間で県道を走行する、軌動区間周辺の住民からは、振動や騒音による公害や、狭烈な道路を走行するため自動車の通行障害が、 慢性的に発生することがかねてから指摘されていたこともあり、まずこの白山前引く東刊山が1992年3月19日、限りで廃止された。この際に、レールバスシステムと称して、東刊谷駅と新潟駅、モーズ口、道南口を結ぶ列車接続を考慮した連絡バスを運行、電車線各駅や新潟駅前、 小町のバス案内所で乗り継ぎ割引料金を設定した乗車券を発売する形が取られた。さらに、特に利用者が少なかった月ばめ館も、翌1993年7月31日、限りで廃止され、他の鉄道路線と接続しない孤立路線となった。残る東海や月型館は、沿線の道幅が境いで、バスでの代替が難しいと判断されたことから、 存続したものの利用者減少は食い止められず、さらに新潟交通そのものの経営状況が一層悪化したことから、ついに鉄道事業からの撤退を決定。1999年4月4日の営業をもって66年の歴史に幕を下ろした。新潟交通電車線廃止時、もは51号電動貨車に後押しされ、白根駅に到着する木116号ラッセル車。 月型駅に保存されている。車両廃止後、車両の一部が月型に生体保存されることとなり、廃止当日の4月5日、電車、電動化車、ラッセル車、各一両が旧月型駅舎まで自走で改装された。駅舎周辺は、その後、公園として整備され、駅舎、車両は、その後、ボランティアらによる管理が行われており、年間数回。 駅舎と車両の公開が行われる。詳細は月型駅の項目を参照。また、その他の配線時期。駅舎は国や自治体、個人から借用していた箇所と行政からの要請により新潟交通から譲渡された。箇所についてはバスの待合所や中野口側の堤防拡幅、歩道、公園、宅地などに充てられている。その転用の一例として、 先行して廃止された演市内の廃線実機の一部は、県道、市道の新規整備や拡幅などに充当された。また、旧東館や引く東、青山間の関や分水路上には、新潟県道16号新潟亀田内野線の関谷大橋の上流側に隣接する形で、電車線の関谷分水路橋梁が設けられていた。関屋大橋の歩道は、下流側には設置されていたものの境愛な上、 上流側には歩道そのものがなかったことから、県は2003年に、電車線の橋梁部をそのまま活用して、歩道を新設し、左岸側には、旧東青山駅前を経由する形で、取付部の歩道が新設された。その他の配線時期は廃止以来、ほとんどが手付け数のままで残存していたが、前日の月型駅構内を除いて、駅舎、 レール及び河川は2007年までにすべて撤去された。新潟市などの沿線自治体は自転車、歩行者道の整備等に充てることを目的に、新潟交通に対し、配線時期の無償譲渡を要請してきた。特に、新潟市は、黒崎町を編入合併した際に制定した合併建設計画において、電車線の配線時期利用に関し 新潟交通電車線対策協議会の協議状況等を踏まえながら検討するとして活用策を検討する方針を示していた。この黒崎地区内の配線時期のうち旧焼船駅北側にある新潟市立山田小学校は配線時期を挟んで高地が東西に分断されており設備上不便な点が多いことから市では この敷地を取得した上で高地を一体化することを検討している。しかし慢性的な経営不振に陥っている新潟交通は廃線時期を不動産として活用することを見込んで優勝での譲渡を主張し続けたため廃線時期の再開発着手に目途が立たない状況が長らく続いていた。だが鉄道設備が撤去されて以降整備がなされぬままとなった廃線時期では 雑草が繁殖したり一部では、不法投棄が行われるなどしたため、旧沿線の住民からはかねてから、環境悪化を訴える声が、新潟市などに寄せられていた。加えて、前述の旧東青山駅横の新潟県道42号、新潟黒崎インター線上にかかる青山、道下小道橋や、旧平島駅南側にかかる西川橋梁など、 残存した設備に関しても老朽化などによる安全性の問題が指摘されていた。そこで、新潟市は、新潟交通などが所有する同市に宿内の配線時期を優勝で取得した上で自転車歩行者、専用道路として整備する方針を2009年に、固め、2010年度から前日の協梁を2カ所の補修を、川切りに順次各工程に着手しており、 北側の旧焼船駅付近までの約3 0トル分を前期計画部分として2013年度中に先行して竣工させる予定で、このうち旧青山道下古道橋周辺の区間は2012年12月に一部供用が開始された。なお、歩道沿線には植栽や街路等を設けるほか、駅の跡地には公園などを造成する方針で、総事業費は 土地取得費用も含め、約12億円を見込んでいる。なお、つばめ市を除く、旧沿線自治体は2005年3月21日までに、すべて、新潟市に編入合併している。2007年4月1日に、政令指定都市に移行したため行政区が設定され、新潟市中心部は、中央区、新潟市境林地区、黒崎町は、西区、三方村、月形村と白根市は、南区、 中野口村は西関区の区域となっている新潟市中央区を拠点とする新潟商工会議所は電車線廃止後の1999年12月市民の利便性向上などを目的に21世紀に向けた新潟の街づくりと都市交通と銘打った提言書を公表しその中で市内中心部を発着する LRT 路線の構想を示した この路線網構想の中には、旧東神谷駅を起点とし、旧電車線の廃線跡や道の駅新潟ふるさと、村などを経由して黒崎地区中心部に至る路線の案も示されていた。かつては、準急列車の設定があったが、1975年3月のダイヤ改正で廃止され、以降は全列車とも各駅停車で運行されていた。平日朝夕などの混雑時は、最大3両。 休日と日中は一から二両での運転で、白山前から燕間の全区間通し列車がおおむね1時間に1本利用率が高かった白山前から白根間、円6分間に区間列車が多数設定されていた。また、夕方ラッシュ時に近隣にある新潟県立黒崎高等学校の生徒通学用に白山前から木場間に1往復、早朝、夜間に 白山前から6分間に一往復の区間列車が設定され、白山前から白根間、円6分間はラッシュ時20分、日中30から45分間隔と、それなりの頻度で運行されていた。このほか、車両基地が東間屋駅、車両留置線が円駅にあったため、早朝に東間屋始発のつばめき、また早朝と夜間を中心に、 東館や白山前に出入港を兼ねた回送列車が数本設定され、運用の関係で、東館屋駅やエ駅で車両交換を行うこともあった。乗客への利便性向上のため、ほぼすべての上り白山前駅列車が、東館屋駅で新潟交通バスの新潟市中心部方面、燕駅下り列車が、終点の燕駅でや彦線とそれぞれ接続を取る、ダイヤが組まれていた。 夜間停泊は、車庫のある東館屋駅で行われたほか、白根駅、六分駅、つばめ駅の各駅でも行われていた。終日1から2両での運転で、東館や月型間の全区間通し列車が、おおむね1時間に1本あり、その他に平日のみ、運行の通し列車が数本、東館や白根間に、区間列車が多数設定され、平日は左右ラッシュ時に、東館や木場間に、 新潟県立黒崎高等学校通学用の区間列車も加わり、最も運行頻度が高かった東間や木場間では、朝夕20分、日中おおむね30分間隔で運行されていた。起点の東間谷駅は、新潟交通の総合ターミナルの一つとして1992年に改装、整備され、乗客への利便性を考慮してほぼすべての発着列車が、 新潟駅や新潟市内中心部とを結んでいた、新潟交通バスとの接続を取るダイヤが組まれていた。全線の運行頻度は、廃止前とそれほど変わらなかったが夜間が減便となり、列車の運行時間が朝6時台から東館や月型が20時台、東館や引くしらねが21時台までに短縮され、終列車以降は新潟交通バスによる代行輸送となっていた。 夜間停泊は東海屋駅と白根駅で行われ、この他左右の増発で使用する車両を白根駅に留置していた。遠駅前を発着する白根方面のバス電車線の廃線後、新潟交通は旧電車線に並行する形で下記の路線バスを運行している。運行当時、新潟駅を発着していた大野線、三方線の市内中心部の経路は、以前、大路が、 バスセンター12番線始発、八千代橋、加治工事 BSN 前経由、袋は白山駅前市役所前く小町経由、バスセンター前終着となっていたが、2007年11月1日から、市のオムニバスタウン事業の一環で、往復とも、正谷や工事、白山通り経由に経路が、統一化された。なお、電車線廃止以前からの既存路線として、 新潟市中心部から国道8号等を経由して、王の白根中心部、片東営業所に至る白根線が運行されていた。新潟市と新潟交通グループでは2015年9月5日、新潟駅から旧電車線の軌道区間などを経由して、旧東青山駅付近の青山バス停に至る BRT 路線、万代橋ラインを新設し、それに伴って、 市内の一般路線バスの大規模な再編を実施した。この一万台橋ラインの新潟駅前市、役所前間は、前傾したかつての軌道線の市内中心部延伸計画の区間に該当する。また、国道8号方面の路線は大野、王の白根線と三方線に再編され、三方、月形方,方面は、全便が青山バス停発着となり、中央区中心部との間は、 同バス停で乗り換える方式となった。なお、新潟交通観光バス片東営業所では、蒸気路線に加え、白根燕間では、中野口が合う岸側の宇原ら、ソネ、ニーダを経由する宇原らソネ線を運行しているほか、南区内を運行する新潟市南区区バスの運行業務を新潟市から受託し、白根中心部を起点に、味方、月型を含む、 国内各方面へ向けて運行している。新潟交通電車線の近年の輸送実績を、下表に記す。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は、年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。新潟交通電車線の近年の収入実績を、 下表に記す、表中、収入の単位は1000円、数値は年度での値、表中、最高値を赤色で、最、ありがとうございます。